皆さんこんにちは、 CSK です。今日の動画は私のこの納車されたばかりのレクサス RX500H なんですが、納車された時に最初にやっておいた方がいい設定っていうのがいくつかあるんですよね。でこれに関しては今回のこのレクサス RX だけではなくて、先に発売しているレクサスの NX もしくはレクサスの LX とか、新しく改良された UX、ES なんかも同じようなナビシステムが入ってますので、そういったものをご利用の車種の方はぜひ一緒に見ていただければと思うんですが、多分ですね、このレクサス RX からその今までのね、新しく出たばかりの車種とはちょっと違う場所に大事なある設定が移動してしまっていて、私もオーナーズデスクに聞いてやっと分かったことがあります。こちら動画の後半で触れさせていただくんですけれども、もしこの RX 特有だよっていうことがあったら、それは毎回口頭で補足していきますし、補足してなかったんだけれども、RX だけが対象だったということがあったら、ごめんなさい、ご容赦くださいということでよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは一番最初にやるべきことをまず説明していきます。まずですね、この右下の歯車のマーク、設定ボタンなんですけど、これを押した一番上にドライバーというところがあると思います。でゲストというふうになっているかと思うんですが、この中にですね、私はすでに設定してしまっていますが、設定していないと新しいドライバーを追加しましょうという画面になっています。新型 NX から始まったこの新しい世代のナビゲーションというのは、メールアドレスとパスワードでドライバー一人一人がアカウントを作る必要があります。トヨタレクサス共通 ID というものになるんですが、これを使うことによってシートとかステアリングの位置はもちろん、オーディオ設定とか細かい部分の設定までその人専用の設定が作られます。自宅設定とかお気に入り、検索履歴なんかも全て同期されて、このドライバーというところにデータが集約されるイメージですね。で何がすごいかっていうと、このドライバー設定っていうのはトヨタレクサス車はですね、全て同期がかけられるようになっていて、レクサスとトヨタとかね、トヨタ2台、レクサス2台っていう風に持ってる方たちは、その ID そのまま使ってリアルタイムにデータ共有ができます。また複数台持ちの方じゃなくても、車種を変更して買い替えた時なんかにはもう1回ログインして設定さえしてしまえば、もう今までの設定全部入ってきますので、とっても楽ちんになってます。またですね、こちらの ID があることによって、このマイレクサスっていうレクサス公式のアプリを使うことができるようになっていて、これがあるとですね、レクサスといえば昔ながらリモート確認といって、ドアロックが開いたまま離れちゃったよ、ルーフ開いたままだよっていうのを通知してくれたり、ドアロックとかだったらそのまま遠隔で閉めることができたりなんていう機能もね、全部アプリの中で完結するんですが、新しいレクサス車はやっぱこれですよね。まず無料のオートエアコン、リモートで何度設定でっていうのを寒い日とか暑い日に設定しておくことによって、乗り込む時には快適な温度にね、設定することができるっていうのが無料でついてきますし、私がライブでね、絶対やった方がいいって言ったのはこれですね。マイカー始動ロック、このセキュリティを解除して中に入ります。そうするとですね、こんな画面が出てます。今エンジンかかってますからね、ロックは解除されてるわけですけど、この私が手で隠してる下には私のですね、自動ロックの時間が書いてあるので、セキュリティ上ちょっと隠してますけれども、この設定をちゃんとやって手動でロックをかけている状態で盗まれた車っていうのは今のところないようですね。あまりこれがどこまでの単位で OK かっていうのを明言することの方が良くないということで、メーカーさんも絶対公式には喧嘩を示しませんが、下手なセキュリティね、安いのつけるなんかよりはとっても効果があるということなので、こまめにこれをやっていく必要があるというものになっています。話は戻りますけど、これによってドライバー設定およびアプリでのマイレクサスでのこの車両連携、これは必ずやっておいてください。操作方法とかやり方が全然わからないという方は、もちろん販売店に行って操作を聞くということも OK なんですが、やっぱり今どうしても NX の納車、 NX の点検、そして RX の納車とかでもバッタバタなので、私がおすすめしたいのはやっぱりオーナーズデスクですね。オーナーズデスクはこちら、車の中のですね、この四角が4つ合わさったメニューのコネクテッドメニューの中の左上に入っています。それ以外にも音声認識で、 Hey Lexus って言えばこのオーナーズデスクに電話することもできるようになっています。続いてそのまま設定画面にある項目で、私個人的に気に入ったり設定している項目をさささっと説明していきますので、一つの参考にしていただければと思います。まずはですね、さっきのドライバー設定に関わるものなんですが、今私のね、ドライバーでログインしてるんですが、そうしたらこのドライバー設定開けてください。で、ここでいろいろね、この私のオーナー名に対してどうやってそのオーナーかどうかっていうことを認識するかっていうのが設定としてあります。で、この RX に関しては、レクサス初となるあのドライバーモニタリングシステムがついてますので、顔認証が使えるようになっています。そのためですね、ここに私が設定した顔認証のことが書いてありますので、RX オーナーさんは顔認証もセットでやってみてください。ただ NX とかね、それ以外のオーナーさんはここの設定はないはずですね。ご容赦ください。そして、全社共通で言えるところとしてはこちら。このオーナー誰々っていうのを認識する方法は、昔の車と同じでキーでの登録ですね。私のスマートキーがこちらです。今このキーで開けて使ってる状態で、ここのキーのボタンを押せば、この鍵で開けた時に私のユーザーということを自動的に認識しますよということができるようになっています。なので家族で、例えば私も妻と2人暮らしですから、もともとついている鍵2つがあって、お互いが別々で鍵を使って乗るっていうんであれば、もうこれだけでいいということになりますね。
逆に同じ環境で使ってる皆さん分かりますよね。2人とも鍵をね、まあ、どうしても私も家の鍵とか他の車の鍵入ってます。この状態で2人で乗り込んで出かけるよって言った時に、なんかどっちなのかとか認識しないとかあるじゃないですか。そういった時のケースとか、まあ、そもそも今回の私のですね、レクサス RX 鍵1個しかないんですよ。半導体不足でこれしかなくて、で本来レクサスだったらばカードキーもついてるんですけど、私は即挙システムっていう RX のですね、新しいセキュリティ強化したスマートキーにしてあるので、それもないんですね。だから本当これ1個なんですよ、スマートキー。はい。なんでそうなってくると、それだけの認識ではちょっと運用しづらいっていうところが出てくるかと思います。そこでこのレクサス NX から登場したのがこの Bluetooth 端末での認識なんですね。一度スマートフォンをですね、本体と Bluetooth で設定した後にここを選択できるようになってまして、今つながっているスマートフォンと認識した場合はこの人だよって持ってくるっていうのができるようになっています。でこれの何がいいかっていうと、直前に乗り降りした人の Bluetooth の方が積極的につながるようになってますから、私が乗っていた状況であれば、次にね、2人で乗り込んだ時にお互いのスマートフォン Bluetooth 設定してある端末が入り込んだとしても、基本的には私の Bluetooth を先に接続しようとしますから、それで認識は優先されるっていうところがありますよね。まあ、なので私はこれ必ず設定しています。まあ、でも今口で話してると、とりあえず両方オンにしてるんですけど、あんまり NX の時もなんかどっちだどっちだってなったことはないので、設定さえしちゃえば快適なんじゃないかなと思います。であともう一個の小ネタですが、こちらパスワードによる設定ロックっていうのがありますね。これ今ちょっとね、レイさんのやつが入ってないんですけど、このドライバーっていうところから他のドライバーがあるとね、手動で簡単に戻せるんですよね。誤認識しちゃった時とか運転変わるよっていう時に。ただその時に初期設定だと今のところのパスワードによる設定ロックっていうのはオンになってるので、他の人のユーザーに切り替えるたびに毎回インターネット接続してトヨタレクサス共通 ID のパスワードを入れて通信しなきゃいけないんですね。セキュリティ的には良しと思いますが、まあ家族間なのでよっぽど困らないんであれば、めんどくさいのでこれオフにした方がいいと思います。まあ逆に言うと、検索履歴とかコード履歴全部出ますから、はい、そういう諸事情がある方はですね、これはパスワード引き続き録音なさってください。続いてはですね、結構大事な話します。もういろんなところで言われているのでご存知の方多いと思うんですが、ドライブレコーダーについての設定ですね。こちらですね、車両ボタンを押してこのメニューの中のドライブレコーダー、そしてカスタマイズのボタンを押してください。ここで今私上でオンになってますね、ドライブレコーダー。これはですね、出荷状況は、まあ、多分プライバシーの関係だと思うんですけど、オフになってるんですよ。これ私も新型シエンタで車納車されて初めてこのメーカーオプションを触った時に気がついてたことなんですが、これ絶対やんなきゃいけません。で音声録音とかも自分で先に入れとかないと入れることができないので十分ご注意ください。ただ逆に言うと、ここ以外の部分、例えばイベント検知、急ブレーキ踏んだとか、ぶつかった時にガッとロックをかけるとか、駐車中の録画通知とか駐車時録画の衝撃感知とかってのは基本的に標準設定になっていると思います。あれ違ったかな、これもしかしたら高感度に変えたかもしれません。ちょっとでも録画しといてほしいんで、私は高感度に変えましたんでね、まあ、変えた方がいいと思います。まあ、そしてあとこれですね、ゲストモードでの録画、さっきのユーザー設定がしてない状況、他の人に車を貸した時とか整備で入庫した時とかに録画するかどうかっていうのは、これ別で分かれてるんですよ。そうそう、つまりこの今の触ってる設定って基本的にはユーザーごとになっちゃうんですね。だから私と例えば妻が使ってる時に、妻の方のアカウントでもこれまた別途オンにしておかないと、妻が乗ってる時はドライブレコーダー聞かないんですよ。でゲストモードの時はこれはね、記憶してくれますけど、やっておかないと録画してくれないので、このあたりはもう確実に漏れなくやっておいてください。これは新型レクサス RX500H450H プラスは標準、350はオプション設定、まあ、ちょっと納期遅れてます。あと NX は3月の年次改良モデルから採用されてますし、今後順次拡大されていくと思いますので、これしっかりやっておきましょうということで覚えておいてください。続いてはですね、音楽の設定の話をさせてください。音楽の設定ってすっごい分かりにくくて、音質の設定とサラウンド設定が別の入り口から入るようになってるんですよ。はい。まずですね、走行中は操作できないんで、こっち先にあります。音声オーディオメニューの中、このですね、一番下のところにこちらサラウンドというのがありますよね。これをオンにすると、言葉の通りサラウンド再生になります。で逆にこれをオフにすれば、いわゆるステレオ再生ですかね。音質こだわる方はそっちの方がいいという方もいると思います。まあ好みですよね。私はね、圧倒的にサラウンド派なんですよ。なのでそこの時点で合わないはあるんですけど、サラウンドじゃないか戻したいなっていう方はこちらでやるっていうのを覚えておいてください。あとはですね、エンジンをかけた時に流れるウェルカムサウンド、まあ、レクサスといえばっていうので昔から続いているものなんですが、これがですね、こちらで変更することができます。起動時のサウンドの種類っていうところがありますね。ここで音色それぞれ聞くことができます。これが初期設定ですね。これがサウンド2。そして私がずっと使って愛用しているのが
こちらのサウンドとなっています。でボリュームも今3になってますけど、さらに大きくすることもちっちゃくすることもできます。 NX の時はね、初期設定じゃちょっとちっちゃい気がして上げた記憶なんですけど、 RX は最初の3で結構でかいです。だから上げる気もないですね。はい、こんな感じでここからサウンドは変えてください。そしてもう一つのオーディオ設定がこちらなんですね。この音楽を再生している状態で、この左上の点々のボタンを触ると、低音高音中音のバランス、そして音の聞こえ方のバランスも調整することができます。こういうふうにタッチパネルでね、ずっとシームレスに変えることもできますし、ここで変えることもできます。まあ、基本私ここはいじることはないんですけど、まあ、低音はね今プラス2にしてあります。できればやっぱグラフィックイコライザーみたく細かい設定ができればいいのになっていうのはずっとレクサスに対しては思ってるところではあるんですけれども、マーク・レミンソンだった時はまあそこまでそんなことなくてもいいかなぐらいには感じてました。でレクサス NX の標準オーディオっていうのは結構好みがだいぶ分かれてるところがあります。でそれよりは確かにね RX 数日聞いていいなとは思いますが、もう私はマーク・レミ中になっちゃったのでもう次絶対つけるぞっていう感覚であってですね、ちょっと低音足りないかなっていうところで上げさせてもらってるというところですね。これが結構で、ね、分かりにくいんですよね。ですから設定がとっちらかっちゃってるじゃないですか。ここの中にサラウンド入れるときはいいんですけどね。はい、ということで豆知識ですが覚えておいてください。続いてはですね、運転支援に入っていきます。そして運転支援系といえばまずですね、このエアコンって書いてあるところの横、これレクサス NX も一緒です。ここのですねショートカットからでいいです。横にスッスッと動いていくとですね、プロアクティブドライビングアシストっていうメニューがあります。これ私自分でオンにしてるんですけど、これ最初初期設定オフになってます。もうプロアクティブドライビングアシストがどういうものなのかっていうのは過去にも動画たくさん出してますし、このレクサス RX になって増えたものとかまたちゃんとやってですね動画でお届けしようと思うんですけど、とにかくこれねあった方がいいです。だからこれだけのためにトヨタやレクサスを買ってもいいんじゃないかっていうぐらいの機能が散りばめられてますので、これは必ずですね納車されたらオンにしましょう。何回か触ってるとこのよく使う機能のところに上がってきてくれるので、今ここにいましたね。でおすすめしたい初期設定なんですけど、これやってみて体感してからやってくださいね。私 RX と NX また違うなと今感じてるんですが、いろいろなアシストがありますけれども、一番ですね恩恵を受けるのはこの減速アシストなんですよ。前に車がいる状態でアクセルを離した状態で進んでいくと自動的にブレーキを踏んでくれる。だいたい時速15キロぐらいまでですね。必ずしもねそこまで踏むわけじゃないです。相対速度が速すぎるとそこまで踏み切れないので過信禁物なんですが、本当にね安全運転して走ってる分には、あ前の車いるな止まるな、じゃあアクセル抜こうってあればかなり綺麗にスムーズなブレーキがすることができるというものなんですけど、だいたい基本的には初期設定オンになってます。でこの感覚がなんかちょっと早いんだよなと、ブレーキ踏むタイミングがあとちょっと遅ければ実用に耐えうるなみたいな感じでいた時に、この感度の設定が生きてきます。私が NX に乗っていた時はこれね感度低いにした方が迷惑をかけないというかタイミング的にはバッチリだったんですけれども、シエンタはね標準のままでよくて、で RX も今日まで使ってる分では中間でもまあまあ変な感じはしないので、とりあえずこれで今様子を見てます。このあたりはバランスでやってみてください。あとはねレクサス RX は今回からソーダアシストという専用の機能が追加になってます。すでに私も使って体感してますけど、ソーダアシストが効いてない状態だとかなりステアリング軽いんですよ RX って。ちょっとね NX からの移行ってこともあると思うんですけど不安になる時もあるくらい。でもこれが作動してるとやっぱ直進の時は直進であんまりステアリング動かないようになりますし、カーブの時はどうだろう、効いてるかどうかあんま分かんないんですけど、反対側にね逆ステア当てたりするとなんか突っ込みそうになるので、そういうのはやる必要もないと思うんですけど、でもまあすごくねステアリングがなんかスムーズにいってるような感じがあるので、これもねオンで入ってていいんじゃないかなと思います。あとはレーダークルーズコントロールの設定もここに入ってるんですけれども、前の先行車がいなくなりました、でいなくなったんで加速してきますとかっていう時のタイミング、これが鋭いなと、ちょっと加速早いかなって思ってるそこのあなたはこちら加速度、これを弱に設定してください。ちなみに私は弱に設定してます。昔はこういう調整どこまであったかちょっと記憶ないんですけど、これは本当に好みによるものだと思いますので、私はやっぱ加速感が出るぐらいだったら緩やかな方がいいっていうタイプなんでこちらでやってます。あとは私は設定変えてませんけど、もともとレクサストヨタっていうのはこの速度の上げ下げを操作した時っていうのは基本的に1キロ単位なんですね。で長押しをすると5キロ単位で変わるんですよ。でこれが人によって変えたいっていう方もいらっしゃると思うので、その時はこれ1キロ単位を5キロから10キロまで自分で好きに変えることができますので、それでちょっと試して調整してみてください。まあ周りの流れに合わせるんだったら私絶対1キロ刻みの方が単押しはいいと思いますけどね。マツダの時のね CX-8 が単押しがこれだったんですよ。全然無理ですね。周りの流れに合わせて設定できなかったんで1キロの方がおすすめです。
あとは衝突被害軽減ブレーキ、まあ、いわゆる自動ブレーキですね。これも初期値のところからですね、まあ、の警告がピピピピピって出るのを敏感に設定することもできるようになってます。これ私今やってませんでしたが、いつも敏感にしてありますので、まあ、何かがあった時には早めに反応できるっていう風にするっていうのもおすすめですし、まあ、そのままでもいいと思います。あとはこれですね、やっぱりブラインドスポットモニター、後ろからね、車とか人とかが来たりとかするとミラーの中にあるライトがオレンジ色に光って後ろから来てるよっていうのを教えてくれる機能があって、これ何度も動画でも取り上げてるんですけれども、これもね、私はやっぱ早ければ早いに越したことがないでしょうということで早めに設定してます。なので過敏に反応するかもしれませんけど、まずはミラー見た時についてたらよく見ようっていう気分になれるので、私はこれをお勧めしています。もちろん明るさは明るい暗い中でいくと明るい設定にしてあります。あとはですね、このレクサス RX とレクサス NX、 この2つにしかまだ搭載されてませんが、 E ラッチっていう電子ノッチですね、ドアノブがなくて E ラッチで開くようになっていると思います。で、その状態でね、後ろから人が来てたり車が来てる時に開けようとすると、基本的にはピピピピピって音とロックがかかってドアが開かない、つまり衝突を回避できるっていう機能がありますが、それがこの安心降車アシストっていう機能なんですね。それの感度も習慣から高いとかいろいろできるようになってます。まあ、これも私とりあえず高いにしてありますので、このあたりお好みで設定をしていただければと思います。あとは3段目、お知らせ支援というのがあります。発進遅れ告知ということで、前の車が出発したのに自分が反応できてない時、信号が変わったのに出発できてない時、こういった時にね、告知してくれる機能があるんですけれども、私はですね、これまた標準になってましたが、いつも基本早いにしてあります。これはやっぱそのそんなにタイミングが遅いとは言わないんですけど、後ろに迷惑かかるタイミングでしかならないので、早めに寄っとくことに越したことはないかなとやっております。ただね、ちょっとこれ NX もそうなんですけど、告知する音量がなんかちょっとバカになってて、先行者が発進しましたみたいなアナウンスがあるんですけど、急にね、途中から声ポンってでかくなったりとかちょっと不快なところはあるので、あまりにも早いにしてうるさくなるのは嫌だよっていう方は、まあまあそもそも前見とけっていう話なんですけど、戻していただければいいんじゃないかなと思います。はい、続いてこちら車両カスタマイズから入っていこうと思います。まず一つ目、ドアコントロール。基本的には車速連動ロックっていうのがかかっているので、ドアのロックがかかってない状態で走り出してもある一定速度に行けばロックかかります。ただね、ちょっと小さいお子さんとかもいたりとかして、ノッチ触れたりするよとかっていうね、可能性とかいろいろ考慮して、チャイルドロックまではいかないんだけど、もうとりあえずドライブに入れたらロックかけたいんだっていう方、このオートドアロックシフト連動になっています。あとはバックドアのですね、音ですね、トランク開けた時のピーピーとかっていう音っていうのは大きさ変えることができるようになってます。初期値はでっかくなってますので、閑静な住宅街にお住まいの方で部残音そんないらないよっていう方はちょっと下げてみるといいと思います。あとは昔はね、ボタンを押しながらの調整っていうことが基本だったんですけど、ここからですね、開く位置の高さ変えられます。あんまり高い位置まで上がりすぎちゃうとね、ぶつかったりとかして危ないっていう方は、ここでレベル切り替えもできるようになっています。こちらですね、乗り降りする時のサポート設定というところなんですけど、これちょっとおすすめ設定があります。この機能はご存知の通り、運転席乗り込んでエンジンかけたらシートとステアリングが自動で寄る、降りる時は離れる、これによって乗り降りがしやすいっていう機能ですよね。ここに書いてあるシートのね、前後上下の移動量っていうのは標準からいっぱい動かせるのかと思いきや、少ないか動かさないしか設定ができません。なのでここはご注意いただきたいんですけど、これステアリング移動、これがですね、初期値は多分上下のみなんですかね、テレスコチルトなんで手前と縦の移動ができるわけですよね。それが初期値だと上に上がるだけなんです。でも人によっては手前に結構ステアリング持ってくる方いますよね。そういう方がこの全て作動にすることによって、上に上がった後奥に格納されるので、より乗り込みがしやすくなってます。なのでご自身のドラポジ的になんかちょっと乗り降りしづらいなって思ったら、この全て移動をやってみてください。私は個人的にメカ感が好きなので、全部動いてほしいので全て作動にしてあります。あとはドライブモードカスタマイズ、これもレクサス NX とかと一緒ですけれども、このカスタムモードが入っているのは ABS アダプティブバリアブルサスペンションという、いわゆるそのサスペンションの動きを電子制御できるものがついているグレードや車種に限ります。基本的に F スポーツにはついていると思ってください。そしてバージョン L モデルには車種によってつくつかないが分かれます。で、またそれだけじゃなくて、この新型 RX の場合は4駆だったらつくよ、2駆だとバージョン L つかないよみたいなね、 NX だとバージョン L はつけられないよみたいな感じになってます。このあたりはご自身のお車の仕様に合わせていただければと思うんですけど、それに対応しているとこのカスタム走行モードっていうものが選べて、パワートレイン、サスペンション、ステアリング、エアコンと4種類自分の好きなモードを作り出すことができるようになっています。今回の新型 RX においてはですね、初めてレクサスのスポーツ走行モードがエコ、ノーマル、スポーツだけになりました。新型 NX まではこれ ABS がついていないモデルはこれなんですけど、 ABS がついているモデルはスポーツっていうのがスポーツ S っ
でその上にスポーツ S プラスっていうのがあったんですよね。でその違いは何なのかっていうと、この中の味付けなんですよ。パワートレインっていうのがアクセルを踏んだところに対してのこの反応なんですね。回転数だったりキビキビいくかどうか。だからスポーツ S もスポーツ S プラスも基本これはスポーツになってたんですよ。ただ今言った AVS、ね、AVS が入ってるモデルだけって言いました。これが通常タイプのものがスポーツ S、 スポーティーなサスペンション変更されているのがスポーツ S プラスだったんです。なので従来のレクサス車っていうのはスポーツ S とスポーツ S プラスで乗り味変わってたんですよね。でさらにはこのステアリングの重さですね。要はスポーツ寄りになると重たくなる、ノーマルだと軽くなると思ってもらえればいいんですけど、そこでの違いも出てくるというものになっています。正直今までスポーツで走行したい時に物理スイッチでスポーツ S、スポーツ S プラスって2回操作しなきゃいけなくて煩わしかったんで、レクサス RX みたいなこの一発でスポーツに入るのは結構好きなんですけど、まだこれは RX しかない仕様になってますよね。そして NX や従来のレクサス車っていうのはノーマルに戻すボタンを2回押すとカスタムとかに切り替えられたりすることが多いので、まあここを自分の好きな好みにできるというふうになりますね。例えばエコモードとかにするとですね、強制的にエアコンがエコに設定されてしまうので効きが悪くなっちゃうんですよ。でもアクセルワーク的にはエコモードにしたいという方いますよね。このレクサス RX500H もエコにしないと全然 EV 走行すぐ終わっちゃうので、例えばじゃあパワートレインはエコモードで、まあ足回りも硬い方が好きだからサスペンションはスポーツでもエアコンはノーマルにしたいっていう、こういう設定に自分でしておくことができるということです。もちろんサスペンションは柔らかい方が好き、ステアリングも軽い方が好き、でもエアコンだけはエコモード嫌なんだよねって人はこのエコノーマル設定みたいな、こういったものも使えるので、まあ、ぜひ自分のね好みに合うものを設定してみてください。あとこれはですね、レクサス NX と RX だけの話になりますけれども、このステアリングスイッチという設定でステアリングのところについているスイッチの配置を変えることができる。もうこれはね、いろいろ動画で言ってるのでご存知だと思います。でも残念なことにこの左側と右側にねカスタムで割り当てられるものっていうのが行き来できないの ですごい使いたい操作が基本的に右にばっかりいるので、右がね渋滞しちゃってて全然当てはめれるもの少ないんですけど、一応新型 RX としてはこちら、左右でメーター内の切り替え、縦でスポーツモードと、私はノーマル使ってるのでノーマル、まあ、カスタムを使ってる人はカスタムを入れる、まあ、これが最適解なんだろうなと思います。ただレクサス NX とかこのスポーツ走行モードとかないので、私が設定していたのはこちら、パノラミックビューモニターを設定してあげる。そうするとまあまあここにねスイッチありますけど、ステアリングから手を離さずに大丈夫かなと思った時にカチッと360度カメラを起動することができました。あとはヘッドアップディスプレイのモード切り替えというのがあって、情報量を多い普通少ないと切り替えれるとかもこのアプリでカチカチできるので、その2つを私はセットしてました。ちなみにさっきの通りノーマルモードだとあんまり EV 走行したいんで、最近私割とエコモード触りたいなって思うこともあって、でそうなってきてここにじゃあエコモードも入れようとするじゃないですか。でそうするともう左右のメーター切り替えを例えば右側だけでトグルスイッチでやるとかができるかっていうとできないんですよね。これを選んじゃうと両方になっちゃうんですよ。だからステアリング面全てが走行スイッチだけになって、走ってる間はメーター切り替えできないっていうとんでも仕様になっちゃうっていう、だからこれをずっと文句言い続けてるっていうところなので、まあせめてこの左側ほぼカスタムの仕様がないこっち側のページを今のやつを入れられるようにしてほしいなっていうところなんですが、ぜひ皆さんも自分に合う設定を見つけ出してみてください。はい、それではですね、最後の設定になるんですけれども、これ冒頭に言った RX だとちょっと変わっちゃってる点なんですよね。でこれね多分知らない方まだまだいると思いますのでご説明していきます。でそれはですね、オービス情報を確認するアプリなんです。これがねトヨタレクサスっていうのは基本的に純正で入ってるんですよ。いつもスピードダミっていう名前ですかね。はい、でこれがレクサス NX とかまではここに入ってたので、ここから触って初期設定すればよかったんですけど、見ての通りいないんですよね。で最初ねオーナーズデスクかけても即答できなかったんですよ。で調べていただいて分かったのがここ、エージェントプラスの中に入ってます。なのでレクサス RX の新型が納車されたオーナーの皆さんはここでチェックすることを忘れないでください。そしてそれ以外の新しいレクサス車を使ってるオーナーさんもエージェントプラスは絶対やってほしい説明なんですよ。そのオービスを除いたとしても、なので今からちょっと一緒に見ていきたいと思います。はい、こちらですね、ここの受信設定というところから自分の好みに変更していくことになるんですけど、まずレクサス RX オーナーの皆さん、ここにスピード注意入ってます。でなんでこれ何度も言うかっていうと、初期設定ではこれ起動しないようになってるんですよね。基本的には初めての使用の時だけはユーザーごとに同意文を押さなきゃいけないんですね。なのでその同意文を押すためにこのスピード注意一回触ってください。私もちょっとこの画面初めて今見てるので、どうなってるかちょっとここから先ですね、あ多分そこを押すんじゃないですね、これ多分通知をオンにしろってことなのかな。あそうだ、これ
利用許諾をオンにしなきゃいけない。でこれは NX オーナーさんはさっきのページのところから入って直接入って同意文を押す、これを忘れないでくださいね。でこれを1回でもやってあげればあとは地図上にも反映しますし通知もしっかりしてくれます。そしてですね、いつもスピードナビ関係なく絶対に最初にやってほしいということで紹介した理由はここなんですよね。このエージェントプラスっていうのは基本的に勝手にエージェントがニュースとかその近くのまあ情報とかを読み上げしてくれる機能なんですね。でこれってこの前の世代の RX とか NX でもついてたんですけど、ちょっとね新世代ナビになってから通知がめちゃくちゃうるさいんですよね。これ分かる方いますよね。で2種類あります。まず通知表示された後に通知音ポーンって鳴るかどうかと、音声でそのまま読み上げ始めちゃうかどうかっていう2つの設定があります。でこれ私基本的には両方ともオフにしちゃってます。まあそもそもこれ見たくね、通知をしないするっていうのもできますよ。まあでも便利なんで最初はどんな情報が出るかっていうのはオンにしてていいと思うんですけど、まあそれなりに結構出るので、嫌な人はこの通知音と読み上げを消すとか通知音だけにするとか、そういう設定を試してみてください。戻ってみたら出るかな。ちょっと出ないですね。タイミングによって出るんですけど、ちなみにさっきねオービスの設定したばっかりなんで、こちら、昔のレクサス車を使いの皆さんびっくりしますよね。オービスって直前に行くまで分かんないし、直前もなんかちょっとよく分かんなくて見づらいっていう経験あると思うんですけど、新しい世代のナビはオービス警報結構離れたとこからも見やすく表示されるようになってますので、まあ、これはね絶対設定してほしいなっていう機能の一つですね。はい、ということでレクサス NX や RX 納車されたら見てほしい細かい設定をちょっとずつお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。このあたりは納車直後の楽しみでもあると思いますので、皆さんもぜひねいろんなところ触っていただければと思うんですけれども、そうそう1個だけ忘れてました。絶対に触っていただきたくないところがあります。それがですね、車両カスタマイズのその他の中にあるこちらの ACC カスタマイズ、これ初期値はこういうふうにオンになってます。でこれをねオフにしないでください。オフにするといいこともあります。これをやりますとエンジン切った後ってすぐにオーディオとか全部バーンと落ちますよね。でこれが欧州車とかだとドアを開けるまでついたままじゃないですか。でその状態にできます。で最初私もそれがなんとなくかっこいいしいいなと思ってやってたんですけど、これ大きな落とし穴があって、この ACC カスタマイズをオフにしてしまうと、この下とかについてる USB とかですよね、この電源とか、レクサス NX のガソリンモデルとかだと、例えばラゲッジとかにね、DC ソケットとかあるんですけど、そういうところ本来通電してないんですけども、通電したままになっちゃうんですよ。ここのあたりも。で、それによって、私なんかもそうなんですけど、バッテリー上がりとかにつながったりとかしてることがあります。なので、わざわざそれにする必要性は正直ないと思うので、いろんなとこ触ると思いますけど、これはやめておきましょう。あとこの画面見て気づきました。リアシートリマインダー、うるさいと思った方これ絶対オフにしてくださいね。これはですね、鍵を開けた後に一度でも後ろの席を開けていると検知した状態で車を止めてエンジンを切って鍵を閉めた時に、後ろのドアを開けてないと後ろの席に荷物を置き忘れてるじゃんって車が判断してピピピピピって警告を鳴らしてくれるんですね。すっごく賢い。普段ですね、後席を特に開け閉めすることがない方はぜひこれ使っていただければと思いますが、私なんかはですね、こう荷物を運転席をまたいでこっちに置くとか嫌なんですよね。ぶつけたりとか狭苦しいのもあって、だから必ず運転席の後部座席を開けるので、そういう私にとってはもううるさい機能なのでオフにしちゃってます。あとはねこちらアクティブサウンドコントロール、今私オフにしてますけれども、このレクサス RX の 500H の F スポーツパフォーマンスの方だけはこの設定ございます。走ってる時にちょっとドロドロ音しますよね。 EV 走行とか全然ないですけど、ちょっと踏み込んだ時とかスポーツモードした時にかっこいい音が鳴ると思うんですけど、あれ電子音で作ってます。なのでその音がちょっとドロドロ音しなくて静かな車にしたいよっていう方は、私も今実験的にオフにしてるんですけれども、こちらでオフにしていただければ静かにすることができます。あ、喋ってたらさらに出てきちゃいました。これパナラミックビューモニターのスイッチはこれなんですけど、ボディのカラーがね、これ初期設定、私今も自分でこれ黒に変えてるんですけど、自分のボディカラーと一致しないようになってますので、これですね、ここの設定ボタンを押していただくことによって、この設定メニューの中のボディカラーのところから変更が可能になってます。まあ初期値ホワイトですね。でちょっと F スポーツの見た目がないのが残念なんですけれども、自分の好きなカラー、まあしかもボディカラーに連動せずに変更することができるのでっていうこともお伝えしておきます。はい、ということでちょっと話脱線しましたが、本日の動画は以上とさせていただこうかなと思います。こういった細かい設定も含めてですね、ちょこちょこ動画出していこうと思いますし、もしこういうのを上げてとかっていうですねリクエストとかありましたら、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考になった方は、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。
ツイッターやインスタグラムのフォロー、メンバーシップ、ネクサスもよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。